ABEX マネジメント持ち物検査。今回のターゲットは、失礼します。こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、あの荷物検査させてもらいたいんですけど。嫌です。アーティストアイコニック、今ではドラマや舞台で女優としても活躍。今回はそんなアイコニックの素顔を暴く。まずはカバンをチェック。これお母さんからいただいたものなんですけど、すごい、あの30歳になったので、まあこんな素敵なバッグを持ってもいい年頃になったんじゃないかなってことで母が受けたんですけど、結構珍しい色みたいで、あの今年の夏にはぴったりかなと思って最近よく持ってます。こんなカバンを持つアイコニックはどんな性格なのか。数々の心理学を研究し、今まで心理分析を行った数は1万人以上。心理分析のスペシャリスト出口康之氏に聞いてみた。あのこのカバンを見せていただくと、まあ、水色が多分好みだっていうね資料にもあるぐらいなんで、この水色っていうのはですね、色彩心理学の中では非常にこう明るい中にこう冷静さっていうのが非常にある人だっていうふうに言われてるんですよね。でただこの水色っていうのはどっちかっていうと、そのただ明るいだけとかそういうことだけじゃなくて、内面にはちょっと不安を持ってる人、自分に対してこうドキドキしていて、自分がどう見られてるかってことをすごくこう気にするタイプの人が多いんです。で、まあ、ただそういうふうにこう人のことを気にするタイプなだけに、その場の状況であったりとか、今人がどう考えてるか、どう自分のことを思ってるかっていうのことに関しては非常にこう敏感に感じ取れる能力、そういうのが高い人だっていうことが言えますね。さらにカバンの中身もチェック。全部ですよね、はい、コスメ、ポーチ、ミラ、お財布、これあのコスメミストなんですけど、美顔器、サングラス、香水、クリスプ、リッ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 プ。以上になります。アイコニックのカバンの中からはご覧のアイテムが。果たしてどんなこだわりがあるのか。これはすごい長年使ってるポーチなんですけど、あのフィリピンに旅行に行った時に結構かわいいなと思って一目惚れして買っちゃいました、うん、これ私もずっと使ってるんですけど、バレンチノの香水なんですけど、これをつけるとモテます。本当にいい香りなので、私とすごくこう相性が合う香水なんですよね。なのでこれをつけるとすごくみんなにいい香りだねって言ってもらいます。さらにカバンの中には大量のリップが。結構乾燥肌なので、この辺はもう保湿用で、この辺はどんなシチュエーションになってもいいようにカラー別に常に持ち歩いてます。常にいろいろ備えてる。そうです。男性に呼ばれたらレッドみたいな、女性とガールズトーク行くときはオレンジとか、そんな風に使い分けてます。こんなこだわりのアイテムを持つアイコニック、果たして彼女の人間性は。このコスメポーチ、あのかなり長く使ってらっしゃるってことですよね。だから非常にこう流行に左右されないで確固たる自分を持っている、そういうタイプの人ってやっぱり一つのものを気に入ればずっと長く使うっていうような傾向っていうのは当然あるんですよね。でただ人に普段からこう見られるものではないっていうのは一つの特徴なんですよ。だから表面的にはですね、この人多分とてもしなやかな人なんでしょうけれども、その人から見えない部分については非常に確固たる芯の強さっていうのがあるんじゃないか、そういうふうに見て取れます。リップが非常に多いのが特徴的なところで、自分っていうものがその場所にそこに溶け込むためにどういうふうにこう自分を見せればいいのか、そういうようなことが非常によく分かっている。表面では非常にこう共感性が高くて、人に対してどういうふうにする自分っていうのがすればいいのかってことを常に意識している、そんなタイプじゃないかなっていうふうに思います。
いろんな多分苦労をされてきて、でその中で自分の中でこう身につけてこられた学習能力の高さっていうのは非常にある人だろうと思うんですね。今こう心理学の中ではレジリエンスっていう言葉が非常に流行ってるんですが、これは回復力っていう意味を持っています。多分この方はですね、そのレジリエンスっていうのが非常に高い、さらにそれを学習して次のステージに上がっていく、そういうようなこう魅力が非常に高い人なんじゃないかな、そういうふうに思います。ということでアイコニックは回復力が高い環境適応タイプ。次回はどのアーティストの素顔が暴かれるのかお楽しみに。